の笑顔発信、姫推し。今週のピックアップはこちら。今週の姫推し、まずはこちら。県が管理する海岸をボランティアで清掃するアイビーチサポーター。現在参加希望のグループを募集しています。環境問題に積極的な企業や店舗を認定するスゴエコ、今年度の新規登録を受け付けています。働き方改革の一つ、愛媛の姫ボス制度。今日はその先進企業の事例をご紹介します。男女問わず選択される魅力的な職場づくり、企業へと変革を図っていただくことが非常に重要になってきております。ワークライフバランス実現のため、働く人と企業を応援する姫ボス制度、去年リニューアルされ、要件を満たす企業には奨励金が支給される認証制度がスタートしました。これまでに認証を受けたのは285社。人口が急速に減る中、選ばれる企業になることが求められています。こちらは松山市の印刷会社。ありがとうございます。ありがとうございます。今年、姫ボス制度の上位認証であるスーパープレミアム企業と認められ、表彰されました。この会社では、およそ20年前から女性が働きやすい職場作りに力を入れてきました。今では従業員82名のうち、女性は41名。平均勤続年数はおよそ14年と、以前の倍以上に伸び、女性の定着が図られています。かなり女性が活躍されてますけれども、以前からそうだったんですか？そうですね、以前と比べて長く働く女性が増えました。例えば両立支援を必要とする社員と、あとその上司、それから社長も交えた面談などを行って、お互いにどういったことが求められているかを実感する機会になっています。その結果、男性の働き方にもいい影響を与えます。女性の働き方を見て、男性もいろいろな働き方が実現できるという意識が変わってきてまいりましたので、やはり男女関係なく、一人一人が輝く働き方を実現できる社会、会社にしていきたいと考えています。今週の姫推しポイント、働く人に笑顔を、企業に成長を。2年目を迎えた姫ボスの認証制度、詳細はホームページをご覧ください。お待ちかね、今月のプレゼントです。砥部焼の窯元、梅の瀬窯のフリーカップ2個セットを4名の方に。南海放送アプリからこの二次元コードを読み取ってご応募ください。リサイクル製品や 3R に積極的に取り組む企業や店舗を認定するスゴエコ。今年度の募集は7月31日までです。県内の事業者の皆さん、ぜひご応募ください。